すし、殺意の高い犬に追い回されたり、Gにスーツをプレゼントしました。この辺並べるか。はい、オッケー、置いたよ。あ、夜だ。あんまりガチャガチャできなくなってしまいました。じゃあ夜はおとなしくしてましょうか。よいしょ。じいが今焚き火で水を、お湯じゃよ。今お湯を作ってくれております。で、この炉もじいがさっき作ってくれて、これで今からお鍋を作ります。あったあった、調理鍋。これを作るとなんだっけこのお鍋作るとゆで卵作れたりいろいろ作れるので、これを作ります。で、粘土と鉄をここに入れて、設置入れると鉄と粘土作ってくれるので待ちます。ベーコンエッグ、調理鍋が必要なんじゃけど。調理鍋で作るの、そうあ、作れるよ。作ります。うん、はい、できました。はい、こんな感じでセットできます。これがあるとゆで卵とかゆで肉とか作れます。今はよくゆで卵作ってるよね。お湯と卵で作れるからゆで卵でいいかな。消費がすごいんだよね。ベーコンエッグは生肉5個使うからな。消費がすごくて、あんまり、うん、ゆで卵がいいと思う。はい、これであとビーカーだけだね。じゃあ夜はこんな感じで生産して静かに過ごします。ああ、真鍮、これ入れていいの。あ、焼いてる。鉄真鍮ってやつはできてる。鉄にはならないのか。あ、薬莢作ったりするのに真鍮使うっぽいよ。最初その精錬っていうのがよく分かんなくて、ないんだけど、粘土と鉄がないんだけどって言って探してたどうするんこれ、粘土層なんだけどこれって言ってこれさ、この炉ぶっ壊したらさこの炉壊したら今精錬したアイテムパーかな、かもしれないのじゃ。それでかもしれないよね。そんな気がするよね。あれはあれ壊されないようにしないと。ご飯じゃよ。あ、ご飯欲しいです。あっちゃんます。あー、ご飯もらった。嬉しい。食べる。うまいんじゃ。朝になりますね。あ、行きました。朝ですよ。さあ、あさりに行くぞ。お、びっくりした。びっくりした。あー、ゾンビかと思った。あおあー、びっくりした。キーボードがシャンってやっちゃったじゃん。行きましょう。はーい、出発じゃ。よし、あさるのじゃ。はーい。あ、トウモロコシありますね。お、ナイスー。いらっしゃるの。いらっしゃる。いらっしゃいましー。あ、ね、足のさ、パッド入れるレッグアーマー持ってない？ないのじゃ。あげるわすごいダサくなったんじゃが、気のせいかな、まあ、ズボンではないからな。スキルは振ったかな。ラッキーな略奪者。こう、略奪が 40% 速くなる。15% 個追加されます。取りました。よし、ドン。はい、いや、行っちゃうから。あー、出なかった。次だ次だ。あそこあさるか。根こそぎ奪い取るのじゃ。奪い取るのだ。
くよかなマダムが。ああ今日もマダムの白パンを覗いてしまったわ私。なんていけないこと。ナイス。おお。ああ40円も入ってた。ありがとうございます。ほ。あラッパ銃とラッパの銃と弾とあ石槍の2があるよ。槍を使うと10プラス 10% のダメージを与えますってやついる？ああ、良いなあ。あげる。はい。そう、槍の狩人。覚えたのじゃ。覚えた、オッケー。次じゃ次じゃ。スローって書いてあるのじゃ。ほんとだ。これ壊すと鉄出るよ。うん、鉄製品殴れば鉄が取れる。へぇ。次はその家か。あ、使える作業台だ。使える作業台がある。どうしたんじゃ？うわ、出たんじゃの。出たー、レンチ出たー。あと、調理鍋も拾ったわ。あー、レンチ出たー、やったー。だね。え、どっから来たんこれ。あ、上からか。ナイス。あーすごい、いろいろ入ってる。うん、シャベルのレベル2が来たよ。1個持つから1個あげるわ。あ、Gのヘルメット手に入れた。あげる。地下行くぞ。うん。あ、違うのじゃ。はい、あ、へへへ。私と同じ間違いをしましたね。私は笑えなくなってしまったな。あ、これか。はーい。はい、帰りまーす。快適な移動方法とかないのかな。快適な移動方法、車とか。車直して乗れるとかあるんじゃないの。あ、鳥。鶏。あ、家の中入ってた。待って、やったのじゃ。あ、ナイスナイス。本屋欲しいのじゃ。あ、ね、本屋。卵ゲット。あ、鳥がいるのじゃ。鳥多いな。あ、あ、ロードマダムが、ロードマダムが言ってる、気をつけて。あ、服屋さんだ。どう？入れた？ゾンビに食われたかもしれん。わかった。あれがウサキチだぞ。あれがさっきのウサギだよ。擬人化しました。その擬人化は嫌なのじゃ。擬人化しました。いやー、モテちゃう、モテウサギになっちゃう。なんかいい服ないかな。あ、出たぞ。レジのお姉さんとお兄さんだ。お勤めご苦労様です。やった。あ、やれたやれた。あ、後ろから後ろから。え、狂ったようにマネキンを狂ったようにマネキンを倒してたよ。そんなにマネキンに恨みがあったのか。ズボンがあるよ、じ。ああ、あー、防具とかあるかな。ああ、弾とかもあるよ。私やっと繊維のシャツとズボンからおさらばした。うん、解体して繊維にしたら。あ、来たよ。あ、ナイスー。あ、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。あ、なんか落とした。